そこはかつて営業していた喫茶店のフロア。椅子やテーブル、ソファーなどが乱雑に置いてある。客席も店内と同化している。男が入ってくる。時は遡り、当時の喫茶道端、トーマが文庫本を読みふけっている。別のテーブルには作家の砂川がノートに何かしたためて、マチコが空いたテーブルを掃除したりし、特に会話はなし。そこへクスノセが入ってくる。三井が入ってくる。関が入ってくる。マスターがコーヒーを2つ持ってくる。加藤は無言で空いている席に。変わらずに生きるよと、嬉しくて悲しくて涙がポロリこぼれた。そうして私は店を後にした。明日が明るいことを妙に確信して、なんてね。僕はちゃんとわかるかな、明日のことはわからない、君に向けた言葉たち僕にちゃんと刺さるから。